豪午前は、平安時代末期、鎌倉時代初期の女性。武蔵国の豪族、川越重頼の娘。母は、源頼朝の乳母である、引きにの次女、源義経の室。頼朝の命により、義経に嫁ぎ、頼朝と義経は対立した後も、義経の逃避行に従い、最後を共にした女性とされる。本名は不明だが伝承で。 ゴー前と呼ばれているので、この項目では、ゴー前として述べる。故郷である川越では、経営継いだ姫であることから狂気と呼ばれており、平泉では、貴人の妻の継承である北の方と呼ばれている。以下、資料である、あずま鏡による。元略元年9月14日、頼朝の命により、川越主義よりの娘が、戸に登り、頼朝の代官として在京していた。 義経のもの元に突ぐ。茂頼の家子二名、老頭三十数名が従う。この結婚が義経の無断印鑑により、頼朝友の怒りを買い、兵士追悼を外された直後であることから、義経を監視する目的との見方もあるが、アズ鏡に、権備役立くせしむとあるように、婚姻自体は以前から決まっていたものである。ヨシのイボアに、源のよりも、ヨシと同じく、 引きにの孫娘を妻としており、里の母は、頼朝の嫡男、万寿の乳母である。父、川越重頼と兄弟の川越重ふは、義経の偉人である、源義仲追悼に従い、後白河法皇の御所にも、義経と共に参院しており、叔父の諸岡重常が義経のケビン市民館の指揮に、随行するなど、里の上落以前から、川越一族が外籍として、 義経の身辺に仕えた形跡が見られる。細川良一は、頼朝の乳である、引キの孫娘で、かつ武蔵国留守所創建業職として、武蔵国内に大きな勢力を築いていた、川越重頼の娘を義経に嫁がせたのは、頼朝により義経への行為の現れであるとしている。里が嫁いで5ヶ月後の文治元年2月16日、義経は、ヤ島の戦いに出陣。 続く壇の裏の戦いで、兵士を滅ぼして、対抗を立て、兵士追悼の英雄として4月24日にとに、改戦する。しかし5月、頼朝は、先の無断人間と事前の振る舞いにより、吉経を感動する。吉経は弁明のため、壇の裏での捕虜を伴い、鎌倉へ向かったが腰越で止め置かれ、頼朝との対面を願うも、 鎌倉入りさえも許されず、都へ戻ることを余儀なくされる。この仕打ちに義経は起こり、6月に都へ戻る道中で頼朝との断交を宣言した。また、この頃に義経は平野時忠の娘を室に迎えているが、引き続き里は、性質としての地位を保った。義経が都に戻って4ヶ月後の同年10月9日、頼朝が土砂坊正都を差し向け義経討伐を図る。 義経はこれを帰り撃つと、10月13日に、後白川法王の御所に参院しおじ、源行家と共に、頼朝追悼の院前を要請。18日、頼朝追悼の戦時が下る。10月23日、鎌倉で、川越重房が義経の宴席であることを理由に、勝長寿院落景供用の随病から外されている。 29日、頼朝が、義経討伐のため鎌倉から都へ向けて出陣すると、11月3日、義経は老刀ら200機を率いて、京都を退去する。11月12日、川越重頼が義経の宴席であるとして、領地を没収され、後に、重頼、重房共ともに中殺された。里が義経に嫁いで、わずか1年後のことであった。この頃の里の動向は不明だが、 義経が京都の近辺に潜伏していた文治2年に娘が誕生していることから京都在住に解任し都の近辺に身を隠して出産したものと推測される。細川良一は頼朝方が義経の母、時は午前の証言により岩倉を創作したという逸話に注目し、時は午前が里の前を岩倉の大雲寺に一時的にかくまってそこで娘を産ませたと推測する。 文治3年2月10日、義常は、道の区国の藤原秀平を頼り、里と子らを伴い、欧州に赴く。一行は、山伏と茅後の姿に身をやつしていた。文治5年うるう4月30日、頼朝の命を受けた藤原康平が、十兵数百騎で、義常が暮らす衣川間を襲撃。義常は、自物堂に入り、十二歳の里と四歳の娘を、 殺害した後自害した。平泉町金計算の麓にある千獣堂境内に、吉常祭氏の墓がある。欧州市衣川の雲祭寺は、里が再興したとされ、里の守り本尊に由来すると伝えられる。不動明王と吉常夫妻の遺杯が暗記されていたが、平成20年8月6日、同時の火災により消失した。遺杯に記された開名は、極山明皇に代し、 川越市の所領は、ご家となった川越にに、安堵されるが、その後生き残った里の兄弟たちが、あずま鏡の記録に現れるのは、父、重より中殺の20年後である。ありがとうございます。